来た来た来た。どここれ。これ最初の状態か。え、どこ行った制御端末。あれ制御端末消えた。あ、あれか。あれが制御端末。こっちじゃなくて、こっちに。あ、やべえ。あそこ、あそこにあるんだ。あそこにあるんだけど、たどり着けねえぞ。あそこに行くには、ちょっと待って、一旦注意。この裏だよね。そう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 。これでもう一回回します。ふんふん、回った回った。え、これ飛び移れる？飛び移れるのか。いや、飛び移れないですけど、え、飛び移れないですけど、こっち側もなんか変えた方がいいんかな。こっちをち若干動かして、あ、これで元通りになるんか。これがこれでここ元通りになって、もう一回回して、回してここには、あー、びっくりした。ここには何もないんかな。世界が回る。ミサイルの祈り、いつでも使えるよ。あ、ありがとう。びっくりした、何が起きたかと思った一瞬。謎しかない。か、まずさ、ここに来た時点で、あっこの光がなくなるんよね。あれ全然光らんくなるんよね。あっち側とか映れない。あ、そこで宝箱取りに行ける。あ。はい、宝箱。ちょっと危ね。古代のシャフト。うんうん。そこに向かいたいんやけど。ちょっと待ってね、そこの。なんだ、どこだこれは。はい、真ん中をとりあえず動かす。お、なんか外に出てきた。あ、ここか。ここか、なるほどね。あ、じゃあこの辺におって、この辺から動かすことができるってことか。ここを動かしてみたら、ここから中入れるんじゃない？で、多分さ、入ったところに、
あの制御端末があるとかそういうことやと思うんよね。じゃあもう一回動かしてみるよ。さあ来い。もう一回動かしてみると、あ、ほら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 、制御端末の部屋、ここは壊せんのか。これで、はい、調べる。ようやく一個シェイカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと4個。あと4個ありすぎじゃね。ありすぎじゃね。ふんふん、これであと4個ね。ここをくるっと回してみて、でもって今私がおるここもくるっと回してみて、おじゃない、出れねえじゃねえか。出れなーい。もう一回転ぐらいで出れる？お、来た来た来た。おし、出れた。ふんふん、オッケーオッケー。ここか。これもう一回回転させたらあれじゃない？あ、違う、逆か。くそ、逆か。あ、なるほど、逆か。あ、なんか横動き出したよ。横動き出したよ、またなんか。これ、あっちに飛び乗れるようにならないのか。いけないな。ゲーし、全然パラセールでもねえし。まだ1個しか解放できてないよ。どういう。え、どういうこと？例えばこの中に乗っておくとして。ようになったりとか。あ、いけた。おっしゃ、はい、2つ目。よし、シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと3個。あと3個、頑張っとくれ。おし、あと3個ね。あと3個。そのあと3個というのがこの上にあるんよね。どう上がってくの？コブ？何あれ何あれ。てか、あっこになんか渡っていけるのか？これは。これは何もできんの？何もできなさそうね。はあはあ、あ、あそこから外に出れる？もしや。あ、ほらほら、なんか出れた出れた。外に出てきたよ。外に出てきたよ。何これ？
これ何？は、んー、なんか鈍い音がするだけだな。ん？これなんかの回路じゃないの？電気をこっちに渡すことができたりとかなんかないの？多分この上とかになんかあるんやと思うんやけど、どう行くんだ。あ、もしかしてさ、これってカチッて言ったのってこの線がつながったらなんかあるってこと？え、でもこの一番端んとこ別に線ある？ないよね。あ、あるんか。これか。こう、こういうこと？で、カチッてなりよったん、多分、あの線が、ほらほらほら、そこを多分、ほら、繋がったら、これで、動き出すんだ。なるほど。ほんで、あっちは宝箱よね。ほんで、ほんで、あの穴の部分に立って、移動していけるかな。へいへい。これで穴の部分立ったけど、あの首んとこに行きたいよね。ここ？ちょ待って、ここは？あ、ここ来たとこか。来たとこじゃダメじゃん。これ上まで運んで行ってくれたりとかするかな？じゃ、もう一回穴開いて、穴。穴開いて、穴。あ、来た来た。ほい。あー、角度がわからねえ。なんかどこに行けばいいんやろ。え、その辺壁穴開いてるとかある？ないよね。これ、これは何？どこ？首の上？かな？とりあえずちょっと、なんかこれ日時計みたいな。これなんか、あ、なんか動いた動いた、なんか動いたよ。よくわからんけど。これなんかぐるぐる回しよったらなんかあるんやない？で、ここにもなんかあるやん。なんかなんかや、なんかしか言ってないけど。あれは何が回転しようやろ。よくわからんな。んで？ここの、どこ？この先になんか、制御端末があるっぽいんやけど、先って言っても、ひえこっち、なんもなくね。いけんくね。この下、下だぞ。え、どうやって行くんそれ。鼻の下とか。いけんくない？鼻？首よ。え、首の下とかいけんくね？
え、てかね、なんかここにも多分線がこれ通っとってさ、ここもなんか、何、回転させれる？あ、今ビーンってなった。待って、どこ？どこ、どれ？どれどれ。ピーンって。あ、今のか。ちょ待って。はい、こっち。あれ？こっち向きにしか動いてくれんの？あ、そういうことなんや。あとはもう一回ちょっと気長にあれが来るまで。回します。こう、あ、もうすぐ、はい、来た。これで、これで何これでこっちなんかなった？いや、なんもなってないよ。え、ビーンってなったけど何？あ、こっち側にもある。こっち側にもあるってことは、え、そっちはどうやってあん？これで？え、向こうしか動いてないんだけど。こっちを動かしたら、あれが逆向きに動かしたらまた出てくるってことかな。ほいほい。んで、あ、来た来た来た。もうなんか降りてき、降りてきたっていうか頭が上がったっていうか。待って待って待って、ちょ待って、エレベーターみたいなんできたエレベーターみたいなんできた。降りてきてー。エレベーターみたいというか、フリーフォールみたいというか、ね、そんな感じのできたんだけど。あ、すごい、ちょっとラクダっぽくなった。あ、なるほどね、そういう感じ。へぇー。うん、さっきまでより全然ラクダっぽくなった。へぇー。んで？一番上で多分降りればいいよね。あ、これすげえ。さあ、これで3つ目、シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと2個。まだあと2個もあるまだあと2個もあるよ。でもこれ多分一番難しいとこやったんじゃないんかな。違うんかな分からんけど。あとは、じゃ、どこ行けばいいんだ、これ。あの辺なんか、狙えるようなとこないん？あ、ニレイミ壊れたし。こんなとこで壊れたし、ちょっと待って。はい、ニレイミ。これで、これで何、どこ、このなんかさらに上の部分に、あ、途中でなんか降りる場所があるってことかもしや。他に一番上以外にも、そういうことかな。あ、っぽいよね、なんか。よし、じゃあちょっとこっち向いて乗ってみて。途中降り、ここ絶対降りれるやな。ほんで、ここに降りて、ん？どこ？あっこ？ちょ待って待って。あ、
こだ。おお、わからねえぞ。ちょ、とりあえずもう一回。えい。あ、落ちた落ちた落ちた。落ちた上にちょっと。違う違う。はい、体力回復。もうちょっと上か。降りる場所。さあ来い。降りればいいんだ。あっこにもなんかありそうなんやけどな。この辺ここなんか破壊するとこないの？これん？破壊できないな。この部分やんね。うわぁ。ミファー、ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。